春樹と真央、大体春樹と渡ると熊とか真央とかその辺がふざけ合ってるんで、それをただ見てます。ワン君が来てから趣味作れよみたいな、ワン君カメラ好きなんで、それはちょっとなんか真似てみてもいいのかなって思ってるぐらいです。やっぱり自分の前にそうそうたるメンバーがつけてきた、ね、4番なんで、価値を落とさないように自分もプレイし続けたいなと思ってますし、自分の次に4番を背負う人にしっかりリスペクトされるような選手でいたいと思ってるんで、責任を持って4番はつけてるかなと思います。サポーターとの距離が近いっていうのはあると思いますね、まあ、スタジアムもそうですけど、すごく熱いサポーターの皆さんもいますし、そこの距離感というのは特別なものだと思っているので、レースの一番いいところかなと思います、まあ、あとはチーム全員仲良くやれてるんで、そこも良さかなと。